皆さんこんにちは。こんばんは。ドラゴンクエスト8、やっていきますよ。前回、リーザス村に到着した途端に盗賊に間違えられて、子供に成敗されそうになった馬姫と愉快な仲間たち。その後誤解が解けて村で起こっている事件について情報収集していったのが前回の話だぜ。サーベルと坊ちゃんが殺されたとかで危うく子供とし合うところでしたよ。ジェシカお嬢様が仇討ちするとかはめいてるらしいから、屋敷に詳しい事情を聞きに行こうぜ。はいはーい、それでは今日も元気に冒険していきましょう。見上げれば、そこに変態が立っていた。始まってすぐに残念なものを見せるんじゃない。あれが外にいたストーカーが語っていたスケベなフィアンセでしょうか。そうかもしれんが、めんどくさいから先に母親の話を聞いてからにしようぜ。私の名前はアローザ、我がアルバート家の家訓では、喪に服している間は家人は家を出ることはなりません。娘のジェシカにそう言いつけたら、ふてくされてしまって、あの子ったら家どころか部屋からも出てきやしないわ。引きこもり？おまけに、子供たちを見張りにつけたりして、全くどういうつもりなのかしら。なるほど。襲ってきた子供に見張りさせて引きこもってるみたいですね。そんな状態で話を聞くなんてできそうにないぞ。どうするんだ？仕方ないんで本でも読んで落ち着きましょうか。アルバート家の由来を語る書物のようだ。アルバート家の血筋を遡れば、魔法剣士にして天才彫刻家、シャマル・クランバートルにつながる。魔法剣士なりたい。シャマルは賢者と呼ばれ、数々の歴史に残る業績を成し遂げた、偉大なる人物である。その血を引くアルバート家の者は、誇りある血統を自覚し、自らを戒めていかなければならない。うわぁ、めんどくせぇ。すごいのはシャマル本人だけなのにな、無理しちゃって大変だぜ。世界のチーズカタログ、という本だ。ネズミも大好き、チーズには、とてもたくさんの種類があります。口から火が出る、辛いチーズ、匂い爽やか、冷たいチーズ、どちらもとっても美味しいんです。ファイヤー。美味しいチーズで元気いっぱい。いっぱーい。美味しいチーズでやる気満々。満々。素晴らしい、チーズ。チーズ。あ、チーズ。イエーイ。なんじゃこりゃー、ふざけんな。はぁ、はっはぁ、そうさ、僕こそが、かの有名なアーラグザットさ、サール大国の大臣の子息にしてジェシカのフィアンセでもある、そうさ、それが僕さ。今日は兄さんを失ったジェシカを慰めに来たんだが、ここで思わぬ恋の障害に突き当たったのさ。部屋の前で子供たちが当然母していてねえ、いつの日も恋路というのは、厳しいものだねえ。おい、今までで一番きっついぞ。これがフィアンセとか人生終わったと言っても過言ではないかもしれない。金は持ってそうだから色々と目をつぶれる人にはありかもしれんな。ジェシカお嬢様の未来は前途多難であります。あ、お前さっきは悪かったな。でもここは通せないぞ。誰にも会いたくないから誰も部屋に入れるなっていうジェシカ姉ちゃんの命令だからな。そんなこと言わずにボンキュッポーンを見せてくださいよ。お前なんか盗賊っぽいんだもん。間違えるのも無理ないぞ。そうですかね。結構男前な主人公だと思うんですが、この世界では微妙なのかもしれないな。あ、あなた、気をつけて、この部屋は今、危険に満ちているわ。階段を登ってみたら何事です？だって、ネズミが出るのよ。私だってネズミ嫌いなのに、退治するように言われちゃって。あ、ほんとだ。すげえ音させて走るネズミだな。そして都合のいい穴が開いていると、ほら、ね、見たでしょ今の、とどうしよう。壁の向こうはジェシカお嬢様のお部屋なのに、フェーン。つうわけでここは我らがトーポちゃんの出番。トーポにジェシカの部屋を探らせるわけか。火を吹くだけの化け物じゃないところを見せてくれよ。トーポちゃんを穴にぶっ込んで、いざ、ジェシカお嬢様の部屋へ。これがジェシカの部屋か、結構広そうだぞ。トーポちゃん、今日もトサカが決まってますね。つうかよく考えたらネズミのくせにおかしいだろそのトサカ。男前じゃないですか、トーポちゃん頑張って。階段をさっそうと降りてジェシカお嬢様の部屋を探索するトーポちゃんかっこいい。むむむ、トーポちゃんが何やら見つけたようです。机の上に手紙があることにいち早く気づいたトーポちゃんは即座にほうきを伝って移動開始。あーっと、うっかり足を滑らせてしまったー。それでもめげないトーポちゃん、男前。なんだこれ。
見事に手紙のところまで到達し背中で語るぜ昆虫症。やったね。どういうことだよ。トーポは手紙を持っている。ゆっくりは手紙を受け取って読んだ。誰がこの手紙を読んでいるのかわからないけど、もし私以外の誰かが読んでいるのなら、この手紙は遺書だと思ってください。きっと今頃、私はこの世にいないでしょう。私は東の塔に行きます。サーベルト兄さんの仇を討つまで、村には戻りません。お母さん、家訓を破っちゃってごめんなさい。だけど、家訓よりももっと大事なことがあると思うの。私は、自分の信じた道を行きます。こんな娘で本当にごめんなさい。あと、ボルクとマルク、嘘ついちゃってごめん。私のこと許してね、ジェシカ。死を覚悟して仇討ちに行ってしまったわけですか。これはすぐにあの子供たちに知らせた方がいいな。急ぎましょう。あ、お前、さっきは悪かったな。でもここは通せないぞ。誰にも会いたくないから誰も部屋に入れるなっていう、ジェシカ姉ちゃんの命令だからな。はぁ、ジェシカ姉ちゃんは部屋にいないだって。ふん、格好だけかと思ったら、お前ってつくうそまでケチくさいのな。いないわけないじゃーん。もしも本当にいないって言うならジェシカ姉ちゃんがいない証拠でも持ってきてみろっての。でーだ。この子供、柄悪すぎ。まあ貧相でケチくさいって見た目なんだろ、どうしようもねえな。あら、また読むんですか？ゆっくりはジェシカの手紙を読んだ。さっきと同じなので省略した。はぁ、なんだって？それがジェシカ姉ちゃんの書いた手紙？ふん、お前嘘ばっか言うなよな。ジェシカ姉ちゃんはずっと部屋の中にいるのに、どうしてお前に手紙を渡せるんだよ。盗みました。でも何にも知らない。こいつらが書いたにしちゃ、ちょっと本当っぽくない？だからネズミに不法侵入させて人の手紙を盗ませた主人公なんですって、信じてくださいよ。ただのクソ野郎じゃねえか。もし部屋の中にジェシカ姉ちゃんがいたら、お前には村から出て行ってもらうからな。よし、じゃあそこで待ってろよ。逃げんなよな。今のは痛すぎ。うおー、マジでいねえじゃん。でしょう？お、お前、その手紙、貸せー。ああ、わわわわわわ、やばい、こりゃ本当にジェシカ姉ちゃんの字だ。一人で、東の塔にってー。そんなことしたらジェシカ姉ちゃんもサーベルト兄ちゃんみたく。やーばいやばいやばい、これは本当ーやばいぞー。とにかく、こうしちゃいられない。ジェシカ姉ちゃんを東の塔から連れ戻さないと。お前もこうなった原因の一つなんだからな。え？おいらが東の塔の扉を開いてやるから、中からジェシカ姉ちゃんを連れ戻してこい。いいな。絶対、嫌です。そんなこと言うなぁ、ほんと頼む。とりあえず一回は断るんだな。そんなこと言うなぁ、ほんと頼む。そんなこと言うなぁ、ほんと頼む。見てください、このポーズ面白いです。面白いのは分かったから話を進めてやれ。はいはーい。よし、それじゃあ急ぐぞ。東の塔なら村を出て、左を向けばもう見えるやつだからな。へ？ついてくるんだ？あと言っとくけど、魔物と戦うのはお前に任せたぞ。じゃあマルク、ここは任せた。ジェシカ姉ちゃんがいないこと、絶対に奥様に気づかれないようにな。うん、ガッテン。よし、それじゃあ急いで、出発。完全にあの子供のペースで話が進んでるぞ。いつの間にか子供にリーダーを奪われてしまいましたが、本日はここで終了となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回があったらまたお会いしましょう。お疲れ様でした。